皆さんこんにちは、倉石桃子です。今日も子連れ特集やっていこうと思います。パート2というところでね、パート1もありますので、ぜひねパート1見てない方はパート1も見ていただけると嬉しいです。まず最初にご紹介するのが実家カフェさんになります。松本のあの新大の工学部の本当ね近くのカフェになっております。でもねここねすっごいねなんか入り組んだところっていうか、細い道入っていくので、もう絶対ね普通の一芸さんだとわかんないと思うんですけれども、なのでね絶対ね地図見てから行った方がいいと思います。大きな車ではねここね絶対来れないので、本当に自転車とかね、あの学生さんとかね絶対自転車とかの方がいいかなと思います。詳しくはブログに書いておくんですけれども、近くのコインパーキング止めてきてもらうと、あの2000円以上だったかな、300円分の駐車代負担しますみたいなね書いてありました。もうね実はね外観からもびっくりしたけど、中入ったらもっとねびっくりしましたね。なんか本当ね昭和レトロな感じ、本当ね入ったらなキャンディーキャンディーがあって、なんか昔の私も知ってるようなねのがあって、で奥に入るとなんか CD レコーダーたちがあって、昭和っていうような感じだね、音楽みたいなののねやつがねバーっとありました。これね好きな人めっちゃ好きだと思う。ほんでね私行った時は5年齢層高めの女性の方一人でいらっしゃってました。なんかね若いキャピキャピみたいなね女子学生みたいな方がねいらっしゃるのもいいと思うんですけど、いろんな年代の方がね気軽に利用しやすいカフェってねすごくいいなと思いますね。ここの実家カフェのコンセプトは実家のようにほっとくつろいでいただける空間をというところで、本当にねなんかそういう空間に仕上がってます。本当におばあちゃん家に来たような感じかな、私からするとそんな感じでしたね。そんでねホットケーキなんですけれども、昭和のスターに憧れたというところでね、山口百恵ちゃんスタイルとかね、なんかいろいろね昭和のスターがね並んでましたね。面白かったです。ほんでねここねかき氷もね結構有名なんですよね。もう夏じゃないんでねもうやってないかもしれないんですけれども、かき氷とかねデザートにもねここ注目です。そして来ました私のサラダプレートになります。950円です。やっぱりね健康的にね生活したいというところでね野菜プレートね選んでみました。この彩り鮮やかなね野菜たちめちゃくちゃ美味しかったです。自家製のオリーブオイルの人参ドレッシングだったかなの方も美味しいし、そこの横に添えてあるハーブ塩、これねパラパラパラとかけて食べるとまた美味しいです。パンもねいい感じなんですよね。スープはねちなみにね桃のね冷製スープでした。これもめちゃくちゃ美味しかったです。ここの実家カフェさんね予約ももちろんできます。入り口付近のところが一人とかお友達同士とかがなんかいいかなと思う席で、奥の畳のお部屋があるんですけど、そちらの方がね子連れの方はいいかなと思います。だからね奥の方がいいので、予約してからね絶対行った方がいいと思います。ぜひ行ってみてください。続きましてご紹介するのが金箱にありますルイカフェさんになります。ここもね何回か出したと思うんですけれども、こちらのね線路沿いにあるお店になっております。ここをねちょっともうちょっと歩いていくとあるような形になります。この建物の2階にあるんですけれども、2階上がっていくとインコでさくらちゃんだったかながお出迎えしてくれます。かわいいねインコですよね。ここのルイカフェさんですね、営業時間が11時から17時までとなっております。ご予約なんですけれども、ランチタイムのみ、ご予約受けたまわっているような形になります。11時から13時になっております。もし子連れの方であれば、小上がりの方が2席しかないんですよ。で、4人掛けが2席みたいな形になっているので、なので予約ね絶対してから行った方がいいと思います。お店なんですけれども、靴脱いでからね上がるタイプで、なんかねすごくね落ち着けるね店内になっております。お店の中にはですね至る所にインコのさくらちゃんのかなルイクなのかながねいっぱいねいるような形になってます。置物とかもね可愛いんでね注目してね見てみてください。ちなみにランチメニューはこちらの方になっております。ホットサンドとかねとってもね有名なのでね、ぜひね食べてみてほしいと思います。ただですねカフェタイムなんですけれども、よくパフェだったりとかドリンクメニューの方で限定品が出るんですけども、限定品の方はカフェタイムなので14時以降なのかなに出るような形だったりとか、14時とか15時とかの方が多いので、そこだけねお店のねインスタとかねしっかりチェックして見てみてください。ここもですね女性の店主さんがですね一人で切り盛りされております。本当ね私ね思うんだけど、一人で全部やってるって本当にすごいなと思って、もう料理作ってもうオーダー覚えて、でお客さんからの会計だったりとかして、本当ねすごいなって、ね、私もういつもね感動しております。そして来ましたこちらの方がホットサンドになっております。こちらのホットサンド
ドプレートはですね1080円になっておりまして、サラダもついてくるような形になります。このカクテルサラダもですねすごくね美味しいですよ。あとですね食後にドリンクもつくような形になります。コーヒーかね紅茶か選べるような形になっております。ちなみにランチメニューはですね11時から14時までになっておりまして、13時半ラストオーダーという形になっております。ちなみにですねデザートの方はプラス200円で本日のデザートがついてくるような形になっております。このねメレンゲのですね可愛いインコちゃんの方をですね浮かべましてですねぷかぷかやるのがですねちょっとあのインスタ的に流行りということでですね、ほら可愛いような形ですよね。これねちょうどなんか浮かんでるように見えてねすごい可愛いなと思っていつもね撮っちゃうんですけれども、こちらの方がですね実物のさくらちゃんになります。玄関とかにいるのでねぜひね見てみてください。動物好きにもおすすめなカフェです。ぜひ行ってみてください。続きましてご紹介するのが信濃町にあります花あかりさんになります。黒姫のね駅のね徒歩7分って書いてあったかな、こちらの方になります。ここねあのベーカリーカフェって言ってあのパンもね焼きたてでね提供してくれるんですよね。このパンがまためちゃくちゃうまい、後でねちょっとまたご紹介するんですけれども、ぜひ楽しみにしておいてください。本当ね一軒家で中に入っていくの形になるんですけれども、温かいぬくもりのあるカフェになっております。ここね入っていきまして、テーブル席がねバーっとあるような形になっております。ほんでですねここね個室があるんですけれども、ここがね子育て中のママさんにおすすめなお部屋になっております。なんでね絶対ね予約してから行った方がいいと思います。個室ねもう一つしかないので、でこちらの方のお席になっております。個室だし本当にねあのプライベート空間みたいな形になるので、もうね子育て中のママさんだったりとかあのママ友会もすごくおすすめ。何でもでもゆったりね話せるような形になってます。おもちゃも多いし、あの子供がね本当ね好きなおもちゃがね多いんですよね。だからねずっと集中してねあの端っこの方でね遊んどいてくれるから、私たちねママさんたちはねとってもゆっくりねお話できてね、とってもねありがたい空間でしたね。ちなみに営業時間なんですけれども11時から15時までという形になっております。またねいろんな状況が収まったらまた変わってくるかもしれないんですけど、今のところはねそういう形になっております。一応ね14時半ラストオーダーという形になります。定休日なんですけれども月曜日、祝日の場合は火曜日になっているような形になります。あとですね毎週最終の火曜日、こちらの方は定休日になります。ご夫婦2人で営業されてて、とってもね感じのいい方たちなので、ぜひねお話ししてみてください。地元の新鮮な野菜をたっぷりね召し上がってほしいという気持ちからねあのカフェをオープンさせたみたいですね。あの一番最初の入り口の方の映像出てきたかもしれないんですけど、テイクアウトの、ね、お弁当とかもねものすごくね種類やってて、すごくね美味しそうでした。そしてこちらがねパンのメニュー表になっております。もうねものすごく美味しそうでしょ。私ねパンめちゃくちゃ好きなので、本当にねあの焼きたてのパンが食べれるなんてもう本当に幸せですよね。で焼くのにねちょっとね20分ぐらいお時間いただくような形になるので、ちょっとねあの時間に急いでる方とかっていうのは最初に、ね、頼んどいた方がいいかもしれないですね。私は花あかりこだわりのハンバーグ定食にしました。でこちらの方はご飯とサラダの方はですねおかわり自由という形になるので、すごい、ね、コスパもいいんじゃないかなと思います。こちらは鶏の味噌漬け焼き定食1100円になっております。こちらもねあのスープだったりとかお惣菜とかねこんな感じでついてる形になります。あとねこっちの方はあのトウモロコシの茶碗蒸しだったのかな、あのトウモロコシ風味なのですごい美味しかったな。であとこちらの方はですね唐揚げ定食になります。こちらも1100円になっております。この唐揚げめっちゃめっちゃカラッと揚がっててすごい美味しかった。私もねちょっともらったんですけど、あこれめちゃくちゃ美味しかったですね。ちなみにですねサラダにかけるドレッシングは信濃町さんのトウモロコシのドレッシングでした。もうね信濃町って言ったらねあのトウモロコシめちゃくちゃ有名で、すごいね焼きトウモロコシもそうなんだけど、トウモロコシめちゃくちゃ美味しいので、皆さんねぜひねトウモロコシ街道とかもね行ってみてください。まあすごい余談なんだけど、私たちもねあのトウモロコシねあのその後ね食べに行きました。もう焼きトウモロコシめちゃくちゃ美味しいの、あの小林農園さんもねすごく美味しいんでおすすめです。そして最後パンです。これね絶対買った方がいい、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さん行ってみてください。続きましてご紹介するのがカフェエルフさんになります。長野市の植松にあるお店になっております。ここのね一軒家みたいな形になるんですけれども、ここねあのいろいろなね講座だったりとかもやってましたね。あの2階にねあのセミナースペースみたいなのがあるんですけれども、詳しくはお店の方に聞いてみてください。営業時間が11時から17時までとなっておりまして、ラストオーダーが16時30分になっております。水曜日と木曜日が定休日になりますのでご注意ください。ここはですねあのお店ちっちゃいんですけれども、あの奥の方のですね下の方にですねあの地下室みたいなのがあるんですよ、まあ、ここが子連れにいいんじゃないかなと思ってねおすすめさせていただいている理由になります。後でねあの写真というか動画出てくるんですけれども、本当ねあのね
こうかがんで入るあの 半地下みたいな形になってるんですよ。あの見てみたらよくわかると思うんですけれども、あちらの方はね結構やっぱね子さんとかいらっしゃるんだったらねとってもねあの秘密基地感覚でね面白いしいいなと思います。あとね夏のドリンク私好きだな、甘夏のソーダとかね、あとねコーヒーあのゼリーのフローズンみたいなのもあるんですよ。あのほうじ茶もあるかな、あれめちゃくちゃ美味しそうだなと思ってなかなかね挑戦はできてないんですけれども、またねあの機会あったらやってみたいと思ってます。店内はねこんな感じです。あのお店小さいから一人でも行きやすいんじゃないかな。私ね結構ここ一人で行くことが多いです。で私の来ましたこちらのチキン南蛮の日替わり定食になります。980円になっております。もうね日替わりでチキン南蛮できたこれだっていうことでね、私チキン南蛮めっちゃ好きなんでもうねすぐね行っちゃいましたね。すっすごいおすすめ。ちなみにですねご飯かパンか選べるような形になっております。チキン南蛮だったらねご飯でしょうって感じなんですけどね。あとねあのカレーなんですけれども、エルフのカレーって言ってあの甘口なのかな、あのお子様カレーもあるような形になっております。あそしてですね出ました、こちらの方がですね半地下の映像になっております。なんかすごいでしょう、なんか本当にねあの秘密基地みたいな形なんですけれども、プラスでねデザートも頼んでみました。桃のコンポートジュレ、ミルクティープリンかなになっております。これもねめっちゃ美味しかったな。ちなみにですね私行った時夏だったので、あの今ちょっと秋になってるのでメニュー変わってるかもしれないんですけどよろしくお願いします。続きましてご紹介するのがおやきのお店堀川さんです。こちらのお店も私の動画ではおなじみやっちゃうけど、変わり種のおやきだったりとかパフェの方がね楽しめるお店になっております。こちらが奥の個室です。ちっちゃい個室になってて子供が遊ぶねおもちゃだったりとかもあります。おやきはですね売ってるのは一般的なものなんですけれども、あの持ち帰りもできます。でイートインの方がチーズをかけたりとかピザのソースかけたりとちょっと一工夫されたものが出てきます。今はないと思うけど土日限定の餃子のおやきだったりとかもあったので私ねそれ頼んでみました。普通のおやきもねいいけどちょっとまあ飽きちゃったよっていう人はねこの店すごくねおすすめになっております。またねあのチーズかかったりするとなんか違う味に感じるのでそれもねまたねいいかなと思います。今はね期間限定で秋だからスイートポテトみたいな形でも、ね、あったような形だと思います。ここはねちっちゃいお店なんだけれどもすごくね人気があって、なんかいつもね駐車場ねあの満車になってるなっていうねすごい思います。個室も一つしかないから必ずね予約してから行った方がいいと思います。あとこれデザートメニューなんですけど、もうこっちのねメニューもねすごいおすすめなんですよね。あのコーヒーゼリーも美味しいんだけど、あのこんがりさつまアイス、あのスイートポテトにですねあのアイスクリームが乗ってるやつもあるんですけど、これめちゃくちゃ美味しい。あのほんとねあの焼き芋好きとかねあのそういうスイートポテト好きな人はねぜひ食べてほしい。めちゃくちゃ美味しいです。実はねこのスイートポテトはパフェにもねつけることができて、あのプラスでねトッピングできるんですよ。これはねまたね素晴らしいねあの取り組みだとね私ねすごい思ってます。そして来ました私はねチーズはあの餃子にねトッピングさせていただきました。これも相性抜群でしたね。あとミックスとあんこの方をね頼んでみました。あの子供と一緒に行ってたんですけどね、あの3つもねすごくね美味しかったです。おやきって言ったらね子供ちょっとやっぱ敬遠するんですけど、ここのおやきめっちゃ好きですもんね。やっぱねこういうジャンキー系の方がね子供もねあの心を掴んでるのかなと思います。おやきの販売は9時から17時ま で、カフェタイムの方が11時から17時まで、ラストオーダーが16時になります。定休日は月曜日と火曜日です。あとねパフェもね頼みました。もうねあのおやき屋さんなのにって言ったらちょっと失礼なんですけれども、めちゃくちゃレベル高いんですよね。あのアイスもめっちゃ美味しいし、あの中のねなんていうのかな、あの塩味の効いたクッキーかな、あれもめちゃくちゃ美味しい。ここにねあの焼きのさつまいもがね乗ったら最高ですよね。あのこの時もお腹いっぱいだったんで乗せなかったんですけど、そういうのもねできますので、ぜひね食べたい方はねあのチャレンジしてみてください。女性の店員さんの素晴らしいお店なのでぜひ行ってみてください。最後にご紹介するのが松代にできましたおむすびカフェさんになります。こちらもねあの紹介しようと思ってたら動画で私のこと忘れちゃって申し訳ないんですけど、前ね違う新店の方かの時に動画撮ってるんでね、よかったらねそちらの方も参考にしてみてください。沖縄料理がね楽しめる素晴らしいお店になっております。こだわりのお米を使ったおにぎりも美味しいし、子供がいてもねくつろげそうだし、私はねソーキ丼がねめっちゃ美味しかったな。皆さんぜひ行ってみてください。いかがでしたでしょうか。子連れのお店はねなかなかねあのレポートって難しいので、まあねこういうのもね役に立ててくれたら嬉しいなと思います。今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。